この度は誠に申し訳ありませんでした。申し訳ございませんでした。うん、県高等学校文化連盟は今日会見を開き、連盟の会計などを担当する60代の食卓職員の女性が一昨年から今年にかけて総額2300万円余りを横領していたと明らかにしました。女性は金の先物取引に使ったなどと話しているということです。 女性は2021年度に応領した636万円を年度末の会計監査までに連盟の口座に返金し、一度発覚を免れたものの、今年4月に開かれた2022年度の会計監査で、これまでの応領を自白し、全額を返金したということです。県高等学校文化連盟は、毎年度各高校からの会費などで集めたおよそ4000万円の予算をもとに、 文化系の部活動の大会派遣費などを援助していますが、今回、横領が発覚した女性が1人で口座を管理していました。県高等学校文化連盟は、女性を刑事告訴するとと,ともに、口座の管理体制や監査方法を改めるなどして再発防止に努めるとしています。